こんにちは。和楽堂のほうぼうです。今回の動画は2024年10月。駅で建てた時刻、同性の方の運勢についてのお話になります。9月からですね。あの、九星の月運の後に。駅で建てた月運というのもちょっとプラスすることで、少しでもあの情報が増えてね。役に立つような。パターンが見れればいいな。ということで始めたんですけども。 あのー、ちょっとね楽しみにしてくださってる方もいるみたいなのでこれからも継続してやっていきたいと思っています。まずですね先ほどこの「税いを使って産義をここ今置いてありますけども略税法という方法で「か」を出しておきましたで出た「蚊がですねここに書いてありますけども「宅地水,宅地水ですね上の「蚊が「沢わ」「を表してるんですけども「沢ですね 下が大地を表す地根を表すんですけれどもその2つ合わせて沢と地で「宅地」「水」「水」は集まるというような意味があるようでしていろんなものが集まるんですね。じゃあ具体的なそのイメージの説明になるんですけども人が集まったり人気が集まったり財産や地位が集まる、まあ、繁栄を表す運勢が勢いのある状況を表しているんですね。ただだいいものだけじゃなくて 悪いものも集まる可能性があるのでそこだけあの集まったものをちゃんと見極めるご自身の目というものを求められますよねこういろ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 集まってきた中で何でもかんでも手を出して何でもかんでも取り入れてしまったら当然悪いものを捕まえてしまう可能性が非常に高いですからそのようなしっかり見極めることはねあの通常から人間性を養い見る目を養っておけばあ過ちに なるようなことはないと思いますけども一応ちょっとだけ心の中に置いておいていただくということですねもともとがですねお祭りですね祭祀まあ、お祭りって言ってもあの宗教儀式とかのお祭りもあるんですけどもそういうふうなたくさん人が集まってる姿が元になっているので法事とかお祭りとか式典などの そういういイベントですよねどちらかというと精神的な意味合いの強いイベントにはいいことがありそうと基地になる可能性があるというふうに出ていますね。ただ人が多くなるとね当然あの統制が取れなくて乱れることもあるということなのでその辺意識ですね。それのですね4番目の項が出たんですね。 4番目のが、なてていう,ふうに出てるかですね。これ4番目の項が選ばれて6つある中で4番目のストーリーが今回のメインになるんですけども4番目はですね悪いことはないと現状に納得し維持していけばいいだろうとうまくやれることだけを選択やはり選択ですね悪いものを使わないということですねで大きく期待するもの期待するのはちょっと あの考えた方がいいけれども、まあ、この4番目というのがですねちょっとこうあの至らない点があるそんなイメージでも1と4というのは未だ至ってないというところが表れていますのでちょっと足りない部分もあるんですね。ですからあんまり大きな期待をしないで周りと協調して過ごしていくということが大切ですねただだ基本は非常に順調とということですね。 でこ,れこちらの方の駅教の方をねをもっとしっかりと解説してある本の方ではでは、ね、トップ偉い人ですね上の方の人の、まあ、右腕ですね大きなサポートをする立場ですよねでトップを強くサポートして力を合わせて役割に徹するとです、ね、大きな目的を実現することができるで地位にもおごらない。 自分が偉そうにしないということでしょうね。だからみんなにもこうすごいねって言われる。あとはあの当然あの自分だけとかね自分のことだけを考えるんじゃなくて公平にいろんなことを見ることによってみんなにもこうすごいねって言ってもらえるわけですね。ですからあのどちらかというとまあ、人を支えるような補佐するような助けるような立場に立った方が意外とよく動けるのかもしれないですね。 側近としての役割に徹するとすごくいい動きになるというふうにこの解説には出ていましたので、まあ、どちらにしてもですねいろんなものが集まる中でこう集まったものをうまく見極めて選択をしていいものをちゃんと捕まえるということとあとは大きな動きとかですねすごい人をサポートすることが非常に有益な行動になるという可能性が高いですから。 うんあのサポートする側に回るというのも意外と大切なことになるかもしれないですね。ただあの非常に背景としてはいいということですね。あとはですね月運がどうなっているかですね。時刻同性の方10月は緩急悪いエネルギーが入ってないんですけども意外とあの動きにくいんですね季節でいうと冬まあ、寒い季節なのでちょっと動きにくい月運の中にいるんですけども。 ものの始まりとしてとても大切な場所ですのでこうあの何て言うのかなこの間の月運の配信の時にね。で周りがいろんな負の感情とか行動が集まりやすくて多少やりにくいことがあるんですよという月運の中で駅の蚊は非常にいろんなものが集まってきて動きやすいということですからまあ周りにですね 月運の環境の中には当然あの動きにくい要素がたくさん集まってきますのでこの10月は上手に見極めて選んで関わるということが大事だというそんなふうな月になるような感じですね月運、九星の月運と駅を両方合わせてみるとですねで今度はこれが仕事の中でどういうふうに出てるかですね仕事運ですね具体的な中では 一人でするよりも、まあ、いろんなものが集まってるわけですから知恵を出し合うことによっていい結果になるとで人とのいい関わりですねみんなと助かうようなところがいいということですね、まあ、チームとかプロジェクト、まあ、当然人が集まっていろんな動きがあったわけですからお祭りなんかねそういう状況も非常に適しているということですねただやっぱりあれですね嫉妬とかやっかみなんかもあるんで その辺あんまりこう真剣に相手にしないで適当にあしらう適当に対応するでいろんなものが集まる中でライバルなんかも出てくる可能性があるということですねやはりさっきの,あの緩急じゃないですけども人のこう負の感情とか行動もちょっと寄りやすい傾向があるのかもしれないですねここにもやはりあの見極めが大事ということがちょっと問題として出てきますねあと金運ですね。 金融は、ね、意外とあのお金を動かすのには向いてるんで投資とかには向いてるであの集まりごとですね冠婚葬祭とかイベントなんかはきちんとしたお金の使い方をした方があとあと、まあ、効果が出てくるということですねお金出るのは大変ですけどもねそれ以上の効果があるとあと集まる中から前に進むまあ給料が上がったりじゃないですけども昇給とか臨時収入とかも一応期待に ちょっととできるとやっぱりあれですねお祭りごととかあと募金とか寄付とかそういうものにも少しこうお金を出した方がいい動きにつながる可能性もあるなんていうふうな感じで出てますね、まあ、お祭りというイメージなんでしょうね人が集まるというそこにちょっと関わるということでしょうねあと恋愛関係はですねやはりこれも集まるですね人が集まるところにいろんなチャンスが生まれる可能性がある。 特にあのお相手のいない方はそういうところに顔を出すことによってあの縁がががが生生まままれれるるる。可可能能性性あありますよね。出会い将来性のある可能出会いになる可能性があるのであのちゃんとこう向かい合うというんですかねあのお付き合いしてほしかったらきちんとこうアプローチしてみるとかですねそういうことも大切になってくるかもしれないです。あとはもうカップルになってたりペアになっている方ですね やっぱりこれも集まるですね。いろんな方との例えば家族ぐるみとかグループぐるみとかですね、そういう,こう人が集まるイベントなんかに関わった方がよりこう2人の関係ですね。ペアになっている方との関係もしっかりと強くなるとで結婚なんかには向いてますね話を進めて頑張りましょうと。で、こう、 お祭りですよねあのイベントですもんねとっても大切なイベントですからみんなにも祝福されていい動きになる可能性があるわけですからこういう時はチャンスですね人が集まるような背景を持っている時に自分たちがこう結ばれることをアピールするというのもとっても大切なチャンスになると思いますので、まあ、そんな感じで人が集まるということからいろんなこう背景が見えてくるというのかな集まるからこそちゃんと選ばなきゃいけない。 集まるからこそうそういう時にふさわしい行動が求められる。それがいい方向になると。そんなふうな感じのイメージですね。あの非常にこうやりがいのある駅のイメージが出ていましたので、あの有効に使っていただきたいと思いますね。今日は3そんな感じですね。あの2020年10月時刻同正の方の駅から見た時の運勢的背景ですね。その辺を少しお伝えして今日の動画を終わりにしたいと思います。 で最後までご覧いただいて本当助かる嬉しいんですけれども動画がいいなと思ったらチャンネル登録をしていただいたりですねあとは疑問に思ったこと聞きたいことなんかはコメント欄を通じてお尋ねいただいたりすれば真剣になって真剣にお答えしたいと思いますあといいねボタンなんかね押してもらうともっともっと喜んでしまいます頑張ってしまいますので是非そちらの方もよろしくお願いしたいと思いますそれでは今日は失礼いたします